韓国電子通信研究院と国際交流協定を結んだ時の様子。2006年、タシュケント情報技術大学は、ウズベキスタンのタシュケントにある大学である。タシュケント情報技術大学は、ウズベクソビエト社会主義共和国時代の1955年に、タシュケント電子技術研究所として設立された。設立当時は、中央アジア唯一の電子技術に関する研究所だった。2002年に大統領の認可を得て、正式に大学へと組織改編された。大学には、計算機科学、電気通信、情報技術、情報工学及び工学に関する学科があるほか、経営学科も存在する。また、大学には、軍事情報技術専門コースがあり、3年時より、国防省の命のもと、ウズベキスタン軍で訓練を受け、卒業後は軍事階級を与えられる。講義は主にロシア語とウズベク語で行われるが、大学にはロシア語、ウズベク語部局とともに外国語部局もあり、英語、フランス語、ドイツ語などで講義を受けることも可能である。また、タシュケント情報技術大学はヌクス、ウルゲンチ、サマルカンド、フェルガナ、カルシに分校を開校している。ありがとうございます。